荒谷座、天照水玉神社は、荒谷座、天照水玉を社名とする神社。大阪府茨城市内に三社がある。延長五年成立の縁起式神明帳に、荒谷座、天照水玉神社三座並名神大月寺に名め、中んづく、天照水玉神一座図書をかつて祭りとして、記載される、式内社である。以下の三社が論社とされ、中でも西福井のものが、 中心的な神社とされる。上記の三者は互いに関連しており、西福井から宿久章、西河原に分出されたものとも、縁起式神明帳に、荒谷座、アマテラス三玉神社三座と記載されていることから、それぞれが一座ずつに対応するものとも見られている。なお、社名にある荒谷とは一説には、二位のお意味し、古代における深海宅地の意味であるとされる。 別の説では、主神の自芸則悲惨の名がなまったものとする。これは、あらやが、ニーのだとすると、神が訓読みなのに対し、のが、関音となり、ありえない表記となるためだ。また、のは、自然にできた平らな原野を、原穴のを開墾した土地、開墾を意味する。危機が成立した頃は、万葉が名のように漢字の意味とは関係なく、 漢字の音訓だけを借用して日本語を表記しており、あらやも漢字の音訓で表記したものと思われる。次元一足非尊をローマ字表記にするとにぎはやひだが、西日本では、濁音が静音に変化するため、にぎはやひとなる。また発音しがたい、ハと末尾のひが省略されにきや。世界的に K は H に転化するため、にひやになったとする。演技式新名称には、 荒谷座、アマテラス神社三座並名神代。月次にいいなめ。中んずく、天マテラス神一座あずしょうかつて祭りと記載されており、三座中の一座が、アマテラス神であることが判明する。この、アマテラス神については、日本三大実録上元元年正月十七日上に、宝珠、摂津国、十五位下君八頭、荒谷アマテラス神、 波十四位下とある。また、日本三大実録同年5月26日上には、摂津国十五位下ともない馬立たア人、友主義神、波十世五位下とあるが、摂津国の天照人として知られるのは、当社だけであり、天照住玉神はすでに十四位下に除されているわけなので、この天照神人は、残りの二座中の一座であり、友主義神が、 最後の一座であると推定できる。なお、それ以前、俗日本語記、歌唱二年十二月十五日上に、宝寿とも、馬立アマテス人、ともし神十五石1とあって、これは国名を書くものの、神明と神海の両者から、当社のとも、馬立アマテラス、ともしみ二神に該当することがわかる。すなわち、本来の当社祭神はであったと考えられている。なお、 神米の天寺住玉から、本来は当地における太陽神信仰に基づく神社であったとの説がある。これは、西福井の荒谷座、天寺住玉神社を中心に見ると、西河原の宿久章はそれぞれ当時における日の出日の入りの方角に位置し、逆に西河原のから見ると、西福井は下死の日の入りの方角に宿久章から見ると、 下しの日の出の方角に当たっているために、そこから太陽神信仰を導き出そうとするものであるが、太陽神信仰はともかくとして、三者の位置関係を、その信仰に基づくものとする点は立証性に欠けるものである。新昇格直不詳に大道元年、荒谷神に神風一個を当てたと見えるので、平安時代初期には、すでに神風を当てられるほどの大社であったことが知られる。 前述したように六国史には核心に深海、宝序の記録が見える。その後、上元元年九月に風雨祈願の宝兵がなされたことが見え、縁起のせいでは三座共に名神大社に列した。なお、その太歴によれば、天行三年、諸国の名神の位を一回進め、あらや甘寺隅玉神は聖四位上に登ったとある。あらや座、 天寺住ラ神社は、大阪府井原岸西福井にある神社。旧社格は豪社。単に、福井神社とも称されるが、一般的には、荒谷神社と略称される。江戸時代には、五図天皇を祭神としていたが、明治に入って祭神を旧に服したという。社殿によれば、主神天皇の御世に神が当地に降臨し、 同天皇の七年に以下色を吸い命に見事乗りして祭らせたのに始まるという。慶光天皇二十年には、この神を天寺公大臣と称して王女五百夜美女に祀らせた。神宮皇后の三冠出兵の際、当地の河原でみそぎをして、当社を祭り、外戦後に当社祭人の幸い魂と改まを西の川上と東の川下に分祀したという。 当社の裏山一帯に、約三十期の円墳からなる、荒谷古墳群があり、当社法彩士族との関連が指摘されている。上古の由緒は不詳であるが、中世以降は、島下軍の僧者として、摂津国守護や児童をはじめ、庶民の数計を集めたとされる。大英7年に、平乱の害を被ってから推理したが、天正12年、領主、中川清秀によって再興されるとともに、 その内室性樹院の発願により社殿等も造営されて以来中川氏から数計され同氏が文後に天保してからも密接な関係を保ったようで天保年間の社殿造体に際しても同氏から寄進を受けた明治5年に豪社に列せられ戦後は神社本庁に属さない単立神社となっている本殿は天保年間の造体になる流れ作り日はぶきである 荒谷座、天寺住玉神社は、大阪府茨城市宿野省にある神社。旧社区は孫社。神宮皇后の御代に、西福井から分祀されたと伝える。戦後は、神社本庁に属している。荒谷座、天寺住玉神社は、大阪府茨城市西河原にある神社。旧社区は孫社。略称として、荒谷神社とも。社殿によれば、 スジン天皇の御世に創始されたという。以降、広大な新域を領する金剛の創者として、上下の数形を集め陰心を極めたが、平乱や大閤検知のために車両を失うなど、天正年間以降次第に推備したと伝える。また、当初の鎮座地は、現在の総持寺,寺であるとの伝えもある。かつては、いそら神社の地に鎮座していたが、漢文9年。 西北の現在地に遷座され、同12年に社殿が造営された。なお、磯良神社は、当社の境内社であったが、当社の玉の井があざとりに霊源があるとして、数計を集めるようになり、ついに社地を譲り独立させたものである。戦後は神社本庁に属している。本殿は、漢文12年造営とされる三権者流れ作りで、正面に千鳥ハフをつける。 昭和44年に改築された。ありがとうございます。